はい、フピルと申しまーす。ダウト、嘘つきは誰？続きやってきまーす。第4話というか4回目ですね。お、なんだ、ロード入った。はい、すいません、お待たせしました。本編体力1個追加。この辺はまだわからない。何の話だか。さあ、ではやっていきましょう。チケット1枚消費して次のストーリーを見ていきます。ということで。はい。じゃあやっていきましょう。ですね、前回ですね。マザコン男を見つけろというようなタイトルで、始まっています。今ですね、婚活パーティーが終わって、上の寿司屋さん、お寿司屋さんで、マミヤさんという方とお食事中ですね。で、今、おかみさんから、失礼します、マミヤ様。ご自宅からお電話が入っております。ということで、家から電話ですね。スピルさんすみませんが、少し失礼します。マミヤさんは席を立つと、カウンターの隅に電話を始めた。うちの職場に来るときもそうだけど、マミヤさんって物腰柔らかそうで癒されるな。いいですね。私はこういう人の方が好きですね。物腰柔らか。ちょっと余裕を持った。品があるし、みんなキャキャ言うだけあるかも。朝子誰だ、朝子。朝子心配させないでくれ。頼むから。いや、朝子が。朝子？あれ？敬語じゃない。で、身内との電話だからか？電話を終えたマミヤさんが、険しい顔をして戻ってきた。申し訳ありません。急用ができて、今日は失礼させていただけませんか？この人、だいたい横見てんね、ちょっとね。目線合わないね、なかなか。あ、そうなんですね。大丈夫ですか？ちょっと家で会ったみたいで。この埋め合わせは必ずします。もうちょっと話したかったけど、残念。大丈夫ですよ。全然気にしないでください。笑顔ですね。今日は楽しかったです。ではまた連絡します。急用ってなんだろう。朝子があって電話で言ってたけど。仕事ではなさそう。ねえ、もうさっきからもうちょっと伊勢海老しか目につかないんですけど。伊勢海老。おしゃれなのかな、これは。さあ。マミヤさん帰ってしまいました。あれ？マミヤさんからトークタイム。あ、すいません。これトークタイムで LINE ですね。LINE みたいなメッセージアプリですね。そう。トークタイム来ました。マミヤさんから。なんでしょう。今帰る。朝子無理はするな。ん？これって誤送信？誰なの、朝子って。そういえば、さっきの巨漢男もお母さんのこと、みなこママって名前で呼んでた。まさかね。お母さんを呼び捨てで呼ぶか。いやー、コンプリート。今は証拠を集める、パートのようですね。マミヤ様からお食事をご用意するように言われておりますが、マミヤさんも帰っちゃったし、今日は家でたこ焼きをおつまみに缶ビール飲みたい気分かも。いいねいやー、一人でたこ焼きしながら缶ビール。たこ焼き食べたくなってきたなー。ごめんなさい、今日はこれで失礼します。かしこまりました。またぜひお二人でお越しください。ありがとうございます。本当によく似ていらっしゃいますわ。え、何に似てる？マミヤ様はよくお母様とお二人で当店にいらしてくださるんですよ。お母様によく似ているものですから。年代が全然違うけど似てるって言われたらちょっと嫌かも。さあ、これでね、証拠を集めていってマミヤさんがマザコン男がどうかというのを見ていくようですね。マミヤさんに途中で振られ、亡者のようになった私の前に誰かが立ちはだかった。探してたよ、君のこと。松木さん。目の前に現れたのはパーティーで言葉を交わせなかったサッカー選手の松木さんだった。嘘、まさか向こうから話しかけてくれるなんて。
人よりも近くで見る方が断然かっこいいんですけど、うん、かっこいい、かっこいい、かっこいいはかっこいいかな。さっきパーティーで途中で出て行っちゃったよね。俺すげえ残念で、私もお話ししたいと思ってたんですけど、職場から電話がかかってきちゃって。話したいって思ってくれたの嬉しいな。そう言うと屈託のない笑みで爽やかに笑う。スポーツ系爽やか男子。こちらこそ松木選手とこんな風に落ち着きになれるなんて嬉しすぎるって、にやけすぎはダメダメと。この女性ですね。つい数日前に浮気して男振ったばっかりなんですけど、もうネームバリューにやられてますね。あ、ごめん電話だ、ちょっと待ってて。松木さんは携帯を取ると隅の方でコソコソと話し始めた。うん、わかった、みちこの言う通りに。うん、みちこが。まみやさんも松木さんも忙しそうだな。電話を終えた松木さんが私の元に戻ってきた。ごめんごめん、マネージャーがしつこくて。マネージャーさんからの電話だったのね。で、君の名前は？スースピルです。じゃあスピルさん行こう。え、どこに？いいところ。どこ行くんでしょうか？うん、何も考えずとりあえず行きましょう。はい。着いたところが、はい、バーですかね。そんな私の心配は的中せず、たどり着いたのはホテルの最上階にあるおしゃれなバー。さすがに体目当てじゃなくてよかった。で、あの松木選手だし心配しすぎか。うん、どうしようかな。メニューを選ぶその姿を店内にいたお客さんがチラチラ見ている。有名人の松木さんが連れてる女ってだけでちょっといい気分。ビールかワインかシャンパンか。今週の食事メニューなら飲んでも大丈夫かな。やっぱりアスリートだと食事メニューとか気をつけなきゃいけないんだ。すごいね、気つけんだね、そういうのもね。トークタイムだ。会話が見えてるけど何飲めばいいかマネージャーに確認してる。そこまでするものかな。何飲むかまで判断してもらうの。ドリンクの選択までマネージャーさんに聞くんだ。アスリートってやっぱ大変なんだな。いやー、でもパーティー始まった瞬間からスピルさんと話をしたいって思ってたから、会場出て行っちゃった時は正直焦ったよ。一般人にそんな風に言うと勘違いしちゃう人もいますよ。勘違いじゃないって言ったら、ほぼ初対面の人にこんなこと言う人は私は苦手です。じゃあ私のどこを気に入ってくださったのか教えてください。おー、スピルさんもあれだね、簡単にあののぼせちゃわないね、ちゃんと。さすがモテる女の子は言うことが違うわ、簡単には落ちないって感じ。うん、ねえ、さすがですね。俺の周りにいる女ってアナウンサーとかモデルの人が多いんだけど、年俸ばっか気にする人が多くて疲れちゃってさ。で、社会見学のつもりで婚活パーティーに参加したんだけど、はぁ、会場で君を一目見た瞬間にビビッときたんだよね。ね、だから連絡先教えて。はい。はいって、まあまあまあ連絡先ぐらい教えるか。さあ、また電話だ。マネージャーだわ。ごめん、すぐ戻るから。忙しい日だったのかな。そんな日に声かけてもらえるなんて嬉しいような申し訳ないような。もしもし、みちこ。うん、わかった、一旦部屋に戻るよ。部屋戻んの？ごめん、スピルさん、すぐ戻るから待ってて。マジで。マジで待たされんの？戻ってきたら、もっと君のこと聞かせて。俺本気で口説くから。私の耳元でそう言うと、松木さんは携帯を片手にバーを出て行ってしまった。女の子を一人で店に置き去りだなんて、さすがサッカー選手って感じ。どんな感じ？サッカー選手って、
お店に一人待たせる感じ？いや、絶対やだわ、こんな。押したり引いたりの駆け引きとか？会ったばっかりの人のこと考えてもわからないか。どうしよう、なんか暇つぶしになるようなものないかな。店内を見回すと、そばに置いてあったマガジンラックに、松木さんが表紙のスポーツ雑誌を見つけた。スポーツ雑誌。見出しには特集、松木シュートのすべてとある。あ、松木さんのことを知るのにぴったりじゃん。偶然すごいね。てかそんな有名人婚活パーティーに来たら、女の子すごいキャッキャになるやろね。さあ、なんだ？え？なんだ？え？ごめんなさい、よくわかんないものが来ました。モテ度ミッションが発生しました。ミッションに必要なモテ度はアピールタイムでゲットできます。何の話？アピールタイム。はい、矢印の方をタップします。アピールタイムでモテ度ゲット。なんだよモテ度って。アピールタイムとは3択の質問に答えるミニゲームです。質問に答えるとモテ度がもらえます。問題は2種類、いい女問題、いい女と思われる答えを選ぼう。彼好み問題、彼が喜ぶ答えを選ぼう。結果は大モテと小モテの2つ。大モテ目指してアピールしてね。ということは、まあ問題が出てきてそれに答えたらモテるか、まあモテないかの2択で結果が出るということですね。さあ、私じゃあスピルの女女子力か、スピルさんの女子力が試されるということで、アピールタイムスタートです。なんでしょう。いや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 、ドキドキしますね。あ、時間はないね。時間はゆっくり考えていいんだね。初デート終了後、男にお礼のメールを送るタイミングは、私はすぐです。私はすぐだが、それがモテるかどうかというのはわからない。A、あっちからメールが来るまで待つ。寝る前にベッドの中で送る。帰りの電車の中で送る。何がモテるんでしょう。何、駆け引きとか考えたら A なのかな。私が気になってますっていうアピールをするんだったらすぐに送るんですよね。多分 C ですよね。で、ちょっと興味ない素振りをするなら A、 あっちからメールが来るまで待つ。で、 B は何だろう、その中間、寝る前にちょっと一声かけておやすみなさいと。どうしよう、モテるんだったら A なのかな。いや、でもここはちょっと自分に素直に行きたいので C で、もう私は多分終わったらすぐにメール送る方なので C でいきたいと思います。さあ、スピルさんの女子力はどうでしょう。さあ、大モテだー、すごい。君には乾杯だ。なになに、理由とか教えてくれんのこれ。モテ度ミッションに必要なモテ度が溜まりました。モテ度ミッションに挑戦。あれ、理由は教えてくんねえの。なんか精神論的なものないんだ。終わっちゃったよ。理由知りてえな。とりあえず理由はなく、私は大モテだそうです。モテたい方はデート後すぐにメールを送るのがいいようです。ということで今日はこの辺で、で最後にですね、皆さんちょっと聞きたいことがあります。もしよければコメント、ツイッターとかでも教えていただけると助かります。ですね、今男性の声を出さずに私が勝手にペチャクチャ喋ってるんですけども、男性の声はあった方がいいんでしょうか？私はちょっと待つのが大変かなと思って、サクサク進めたいのでこのように、飛ばしてますが、もし男性の声あった方がいいなっていう方が多かったら男性の声を入れるようにします。では、よろしければコメントをお願いします。と、チャンネル登録、いいね、高評価も合わせて一緒によろしくお願いします。では、失礼します。ご視聴ありがとうございました。
真ん中の SPL をクリックしてスピルを幸せにしよう。また次の動画で会いましょう。じゃあね。